はい、皆さんこんにちは、北原理恵です。今日の動画は2023年上半期ベスコス大発表。今日は本当に私がマジで2023年の上半期に出会ってもうマジでいいって思ったものをもう純不動に部門とか関係なくとにかくおすすめのものを今日はバンバン紹介していきたいと思います。まずはスキンケアのベースコースを発表したいと思います。私の中で殿堂入りを発表したいと思います。はい、アヌアのスキンケアセットです。もうこれは本当に殿堂入りすぎてもう私の中でなんか初めてっていうかもうストックがないと不安になるっていう感情をアヌアで知りました。で本当にこのアヌアの化粧水のセットがあるから安心して他のものを試せるって感じです。なんか例えば他のスキンケア用品新しいものを試してそれが合わなくて肌がちょっと荒れちゃったとしても私にはもうアヌアがいるから大丈夫っていう守り神的な存在でアヌアに戻したら絶対に元に戻れるというかベーシックプラスアルファくらいのちょい綺麗な状態に必ず戻してくれるのがこのアヌアで、なんでもう本当に大好きです。これ最近出たアヌアの桃の美容液なんですけど今も使ってて今使ってるのはこんな感じでこれがストックで普通の美容液も最高なんですけどこの桃のピーチ70ナイアシンセラムは中がピンクでもうちょっと少ないからねあんま分かんないんだけど中がピンクですごいパッケージとかも本当に可愛いんだけど内容も本当にいいです。アヌアは刺激が強すぎないから絶対万人受けするし9点の目代わりとかで買ったらコスパ的にもすごくいいので本当に老若男女誰が使っても絶対にいい自信を持っておすすめできるのがもうアヌアのスキンケアです。マジで出会ってよかった。さあそしてそんなアヌアの化粧水たちはもう殿堂入りなんですけど2023年上半期出会って一番良かったベスコススキンケア部門はこちらです。じゃん、ドクターペプチのペプチドボリュームマスターエッセンスです。これもう本当にめっちゃおすすめです。もうマジで出会ってよかったナンバーワンなんですけどこれ本田翼ちゃんがおすすめしていたバッサーさんがおすすめしていたっていうのを見て買ってみたんですけどもう本当に良くてなんかねこうこんな感じでよいしょ泡っていうかこんな感じで紫のクリームが出てくるんですけどこれを顔に伸ばしてしばらく置くとこれが泡になるんですよ。シュワーみたいな。でシュワーって泡になったらそれをこうなじませるようにこう肌にすり込んでいくんですけどなんか紫だからかすごいくすみを飛ばしてめちゃくちゃトーンアップしてくれるしこれを、私は夜乳液代わりに使ってるんですけどこれを使うようになってから本当に肌をすごく褒められることが増えて今ってツヤ肌が流行ってるじゃないですか。だけど自分は結構どっちかといったらテカリに悩んでてでツヤとテカリのなんか差は分かってるんだけど自分にはテカリしかないって思ってたんですけどこれを使うようになって初めてツヤが分かったんですよ。本当になんか内側から発光してるみたいな肌になれるのがこれなんです。もうめっちゃ最高で、しかも今までは結構夜化粧水、美容液、乳液、クリームみたいにたくさん段階を踏んでたんですけどこれの後のクリームをやめたんですよ。だから化粧水、美容液、これ夜はの3つがもう私の中では最高。9点の目代わりで今回6月の目代わりでもおすすめすぎて友達にあげるようにと自分のストック用に2つ買ったくらいかなり私お気に入りの商品なのでよかったら皆さんぜひチェックしてください。これめっちゃおすすめです。今回の動画はこれを紹介したいがために撮ったと言っても過言ではないです。はい、じゃあ続いてメイクアップ部門です。メイクアップ部門のベスコス一つ目はまずはこちらです。じゃん、デイジークのプロコンシーラーパレットですね。これはもう最近の YouTube の動画でもかなり登場してるんですけど、まあ、これとササメイクさんと出会って本当にベースメイクの大切さを知ったというか下地の段階でいろんなものを仕込むんだなっていうのを知って
すごくメイクの概念が変わったので、私は2023年上半期このデイジークのコンシーラーに出会えてよかったです。やっぱり30歳になってちょっとクマとか目立つようになってきたんですよ。でそのタイミングですごいカラーコントロールもしっかりできるコンシーラーに出会ったので、クマが怖くなくなりました。なんでこちらおすすめです。続いてアイシャドウベスポス、こちらです。じゃん、ホリカホリカのアイシャドウの3番のストロベリークリーム。結構ネットでウォニョンちゃんが使ってたっていうので結構バズってたんですけど、バズってて私も買ったんですけど、ウォニョン様になれるかどうかって言ったら残念ながらなれなかったですけど、でもすごい良くて、今日も塗ってるんですけど、まあ、でも上にキラキラ重ねちゃってるからあれなんですけど、なんかこれは一色でもすごくおしゃれに決まるんですよ。なんでなんか私結構アイシャドウ、多分目の形状的になんか二重幅違う色ギュンってやるよりも一色でなんかこうポッとやった方が似合うような気がしていて、そんな時にこのストロベリークリームはすごい一発でおしゃれな色に仕上げてくれるのでめっちゃおすすめです。しかもなんかね、日本っぽくない発色だから韓国人っぽくなるから、なんか韓国っぽいメイクしたい時とかめっちゃおすすめです。簡単に何のテクニックもなく、なんか韓国っぽい目元になれる。でしかもこれ1個あれば下の涙袋の部分もこれで描けるからめちゃくちゃ便利。この3番ストロベリークリーム、しかもこれ安くて500円くらいなんですよ。なんでこれはめっちゃおすすめのアイシャドウです。これまた目元関係なんですけれども、アカリンの B アイドルのイージーアイライナーの05番ウルミピンキーゴールド、こちらはアイライナーだからすごい細いんだけど、私はこれを涙袋を描くのに使っていて、で B アイドルさんはね、アカリンのこうアカリンがどんどん大人になっていくにつれて今年リニューアルしたんです。ちょっと大人な感じに、そのリニューアル通りというか、まあ、私も大人なので大人が涙袋を描くのにめっちゃちょうどいいんですよ。やりすぎないっていうか、これを本当私はここの目の下のこの辺にこうチャッチャッチャッチャって仕込むと簡単にやりすぎてない涙袋ができるから、本当は私もゴリゴリ涙袋とかキラキラさせたいけど、やっぱりちょっと私大人だしっていうなんかこうんっていう気持ちをこの子が解消してくれる。本当にテクニックいらずなんで、ぜひメイク初心者の方にもおすすめです。 B アイドルのイージーアイライナー5番のウルミピンキーゴールドです。めっちゃおすすめ。続いてこれはね、もう最近出会ったんだけど、もうすでに2023上半期ベスコス入りしてきました、リーリーさんのアイライナーです。これはインスタにも載せたんですけれども、私の行ってる美容院のサンバレーさんの朝日さんっていう方がプロデュースしたアイライナーで、ローンチパーティーに行かせてもらって試させてもらったんですけど、めっちゃ良くて、ブラウンとダークブラウンがあるんですけど、まあ、ダークブラウンがもうほぼ黒だから、普段アイラインを黒で描くよって人はダークブラウンがおすすめで、でも私の中ではもうブラウンがもうめちゃくちゃ色味とかもちょうど良くて大ヒットで、何よりなんか私アイライナーって別に全部そんなに差はないかなって思ってたんですよ。ちょっとした好みの問題でこれみたいなことってないのかなと思ってたんですけど、本当にこのアイライナーはめちゃくちゃ描きやすくて、このアイライナーにしてから綿棒がいらなくなりました。もう本当に失敗しないので、私失敗しないのでレベルの凄さを、すごい描きやすさを誇ってます。これは今日も描いてるんだけど本当に描きやすい。だからこれこそ本当にメイク初心者さんも超おすすめのアイライナーです、フリーリー。ぜひニューブランドなのでぜひチェックしてください。これも本当にお友達がやってるからとかなく、めちゃくちゃ描きやすくて超おすすめです。そしてなんと早いもので次が最後のアイテムになります。最後はリップですね。こちら
Into You のリップです。これはドロリップって呼ばれてるリップなんですけど、こんな感じの質感なんです。なんかポソポソしてるのね。だから塗った時はちょっとうるうるとかではないんだけど、ちょっとまとめっていうか本当に泥のような質感なんだけど、わなんかよくネットで見るこういう唇みたいな唇にマジでなれるのが Into You で、でしかもこれ私が一番おすすめなのが EM10 番なんですけど、で一見ね結構渋めの色じゃないですか。で私もなんかこうこの色なんですけど、見た時にこの色可愛いかな大丈夫かなと思ったんですけども、ブルベにおすすめですってネットでめちゃくちゃおすすめしてたので、で私その頃ブルベって発覚したばっかりだったから買ってみたら、みんながおすすめしてた理由が超わかる。で私は使い方としては、一番最初にこれを塗って、私みたいな唇の色の悪いミンに特におすすめなんですけど、唇の色の悪さをまずこれで塗ってベースの色を作るっていう感じです。今日もこれをベースに上からあのサッシーのリリーミューの新作、これもめっちゃおすすめなんですけど、リリーミューの新作を塗ってるんですけど、これをまずベースで塗ってから、その日の洋服の色合いに合わせたオレンジ系、ブラウン系、ピンク系、レッド系、バーガンディとかそういうリップを中心にのせてポンポンするとめっちゃいい感じの唇が作れます。なんで唇の血色の悪い人でブルベの人はもう今すぐ買ってくださいってくらいおすすめ。これ今まで出会ったことない質感なのでね、みんなね感動すると思います。しかもサイズ感もちっちゃいから持ち歩きやすいサイズ感なので、でしかもマットなんだけどそんなに乾燥とかも気にならないかな。まあ上から塗ってるっていうのもあるかもしれないけど、こちらの Into You も本当に出会ってよかったなっていうリップです。というわけで、いろいろ私が個人的に2023上半期出会ってよかったベスコスを紹介してきました。でもね、私自身もなんか結構メイクとかがすごいまた好きになったのが最近で、本当によく動画でも言ってるけど、まだまだたくさん試したいやつとか、それこそ今日はちょっとお求めやすい値段のものが主になったんですけれども、私あんまりデパコスとか使わないので、今後どんどん試していって、またいいなって思ったものは皆さんと共有していけたらいいなというふうに思っております。はい、というわけで2023年上半期ありがとうございました。下半期もよろしくお願いします。またねー。